PL 学園野球部というものは一体何なのか。死に物狂いで打ちました。甲子園出ていくのなんかみんなそういうの当たり前やねんから。PL の野球っていう真髄のところの部分は、ホーリーです。ビシバシです。はい。今日のテーマは、強さの秘密でしょ。強さの秘密。ああ、PL の強さの秘密やね。秘密をさ、探してんねやんか。あれだけじゃなかった。あれだけではないというふうに、やっぱり思うよね。あれだけではないというのは、仕切る、見ささげ、結びの前話したやろ。しましたね、話させていただいたんですけども、まあ他にもあるよと、まだあるぞという、まだあるぞ、うん、まだあるぞというか、どうなんやろ、うん、まだあんね。で、大輔、あ、この前小林キャプテンと一緒になってきて話したり、清水孝也さんにいろいろお話を聞かせていただいたりっていう中で深めていきたいなというふうに思ってるわけですよ。 PL 学園野球部というものは一体何なのかっていうことを、なんか自分なりによこう掘り下げていきながら深めていきたいなっていうふうには思ってんねんけども、やっぱり改めて、やっぱりこういうことなんかな、こういうことなんかな、こういうことなんかなっていうふうに思うのは、練習の質がすごく高かったとかさ、こういうことの練習をやってましたっていうことではあまりないのかなっていうふうに思うわけです。で、どんなふうに試合を見てたりとか、どういうふうに過ごしながらその試合に挑んでいたのかっていうところに、もしかしたら答えがあるのかなというふうに思ってて、で、今改めてその思うのが、他の高校ではなくて PL にあったものは一つのヒントじゃないっていうふうに思うんですよ。 PL の中にはやっぱり見教えっていうのがあって、それから徳を積む緩和さっていう言葉がやっぱり野球の中でもこう使われていたっていうところがあるから、まあ、その話をさせていただこうかなと今日は思います。よろしくお願いします。これが PL や。で、まず一つ目ね、見教えやん。まあ一回あの別の動画で見知らせっていうので話したことがあると思うんですけど、見知らせっていうのは、自分がなんか怪我したりとか、なんかそういうことがあった時に、何かそれの原因は自分の考え方とか心癖っていうものを直しなさいよっていうふうに、体が身をもって教えていただいているってことを見知らせっていうんだけど、その見知らせをいただいた時に見教え願いっていうのを出すんですよ。で、それはその PL の教祖さんの方に出させていただくねんけども、例えば右肩とか右肘とかのところに痛みがあって、今故障していますとか、なんかそういうこと書いて寮の先生にお渡しして、すると教祖さんから何日かしたらそのことが返ってくるっていうか、で、それをこう紙でこうな組んでね、わーっていっぱい書かれたんで、人に対する不平不満っていう気持ちが出ていますよとか、今の自己中心的なものの考え方を改めるべきやとかっていうようなこととかが返ってくんね、はい、でもそういうことを目にすることってないんじゃない？故障したらどっか投げ方が悪いとかさ。そうですね。うん、で病院行って検査して、何々が悪いですよ、どこどこが痛んでますよ、しばらくちょっとノースローにしましょうとか、なんかそういう感じのことを言われて終わりやけども、ただ痛体の中のその痛みがあるっていうことに関して、それ以外のところをやっぱり改めなさいよっていうことを教えてもらえることってなくない？ないですね。ないやん。ちょうどそういう思春期のそういう多感な時やからさ、なんかそれをこう教えていただけるんやっていうのは、すごい俺はありがたかったというか、そういう自分やから今こういう風になってんねんなって、ここのまずは改めていかなあかんねやっていうことを教えてもらえるっていうのが見教えやって、で、この見教え願いっていうのを清水孝也さんが、自分がキャプテンになった時に春の大会準優勝されてるんだけど、結構その時バッティングがものすごいあかんかったんやって、ですごい悩んで、その後も
キャプテンやし、ものすごい重圧もあるし、ここから夏って向かっていくときには当然全国制覇っていうところに行かなあかんし、めっちゃくちゃ孤独になったときがあるらしい。でその時に三好願いをやっぱり出したっていう、三好願いのでいただいた言葉によって清水さんはなんかこうパンとここから気持ちが変わっていって、予選の大会から4割ぐらい打たれたかな、一気にそこから。だからすごいその心のあり方じゃないけど、試合にどう臨むんかっていうこともあるし、キャプテンとしてっていうこともあるし、そこを救っていただいたのはそういう三好願いっていうのを出して夏の大会に向かっていったっていうお話が俺この前聞かせていただいたんやけど、ああその時に何々するべきであるとか何々しなければいけないとか、なんかそういうことにものすごく縛られてしまってたっていうことに気づかされて、心を変えて挑んだっていうのが清水孝也さんの3年生の夏の大会だから、その究極のところはそういうことで助けていただくっていうようなことがいっぱいあるっていうのが三好家やと思うねんな。それがあったのがすごいなと思う。これが PL なんや。で2つ目はさ、その徳を積むっていうこと、桑田さんがとよく使われてる、聞いたこととかあるかな。テレビで喋られてますよね、うんうん、もう少し分かりやすい言葉に言うと裏の努力っていう言い方が分かりやすいから、桑田さんそういう使い方もされておられるけど、野球で一生懸命練習してティーバッティングいっぱいするとかさ、ピッチャーやったらピッチング練習いっぱいしてとか、シャドーピッチング練習してとか、でそういうのは表の努力ですよって。でもあとは裏の努力もしっかりやると、野球の神様が必ずその見てくださってるっていうような伝え方よくされてると思うんですけども、前に動画でお伝えさせていただいた見捧げっていうものにもつながってくるんやけども、人としていい行いをいっぱい積みなさいっていうことが分かりやすいかな、伝え方としたら。例えば自分がさ学校行く時とかに、歩いて行ってて空き缶落ちてたなと思ったと見て、あ空き缶落ちてるわって思っていくのか、あ空き缶落ちてるわってそれを取って自分がゴミ箱に捨てていくのかっていうのは、小さなことかもしれないけどものすごく大きいことだよね。だからそういうふうなことをやっぱり徳を積むっていうことは、誰かに何か言われんでも先にそうやって気づいて、その人がやりやすいようにしていったりとかっていうことにもつながっていくよね。甲子園とか行く、春夏連覇した時の立浪さんとか片岡さんとか、あの方らの代の時でも決勝戦の朝はグラウンドで周りも草むしりしてから行ってはったっていうねんから、心境が全然違うかもね。そういうところ試合に向かっていくっていう時に草むしりしてから行くんやから。でそれこそやっぱ3年生の方がやっぱされておられるんよ。で寮生活でやっても、朝練から戻ってきて食事された後に必ず3年生の方が決まったところで掃除していかはんやんか、寮の中を。まあそういう姿見てて、特に自分なんかはベンチに入れるかどうか分かりません、レギュラーになれるなんかはものすごい努力が必要だということも十分認識した上で下級生で過ごしてるやんか。自分は徳を積んだりとかこう見捧げっていうこともさせていただかないと先輩方のようにはなんかなられへんやろなっていうのが下級生の時から思ってて、1年生が入ってきてくれて2年生がちゃんと2年生という役割になった時点でキャプテンの方にお願いして、3年生の方らがやっていないところの空いてる場所で、あの場所を見捧げの場所にくださいって言って、朝2年生から自分は初めて、もしかしたら普通に考えたら自分なんかはベンチに入れへん選手かもしれへんし、背番号なんかもらえない選手かもわからへんけど、でもどっかに自分は徳を早くから積んでるっていう自負がどっかにあるから、そういうことはなんか支えになっていったかもしれへんやんか。徳を積むということに対してやっぱ意識が向いているっていうことは違うかなと思います。これが BL や。今日の3つ目は勘技につながってくるっていうことなんやけど、神様がなせる技、逆転の PL っていう言葉があるやんか、はい、でそれにやっぱ自分らも
憧れて高校に入って野球させていただいたわけやけど、その逆転していく時ってやっぱ緩和なんじゃないっていうふうに自分らは思うわけよ。だから自分らの力でそうなったわけではないっていう。だから日頃にそうやって徳を積むこととか見捧げっていうことをさせていただくとかっていうことがある時ある瞬間に緩和座として助けていただくっていう、そういうものが緩和座っていうふうに言ってんねんけど、逆転をしていく時ってガン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 打ってさ、一気に逆転って少なくない？なんかの瞬間にパンって流れが変わるんや。例えばショートに打球がポッと行ったやつがイレギュラーしたとか、俺らの中ではベンチでおったりとか試合してる人間は緩和座が働いたって思うわけよ。相手チームはエラーしたから、ああよかったなとかっていう心境じゃなくて、イレギュラーにしていただいたんやっていう風に試合を見てる。僕らの代やったら春の大会に5対4で智弁和歌山に敗れてるんやけど、その時にあの北川が途中から出場してて2アウトで回ってきたわけよ。パーンってセカンドでこんな打球がいったわけ、緩い打球で、まあ打ち損じたわけやんか。でそれがファーストヘッドスライディングして間一髪セーフってなってるわけよ。でも動画で見てもよ、どっちでもええねん、アウトって言われてもおかしくないし、セーフって言っても、うん、おかしくないし、まあ言ったらどっちもどっちやけど、その時に審判の手が横に動かせていただいたというような心境で、俺はあの時に三塁のランナーコーチをしてた。だからあの時は緩和座やってセーフにしていただいたんや、この試合っていう、まだ諦めるなということを、まあ野球の神様がいらっしゃるとしたらよ、この試合はまだ終わってないんだっていう、諦めるなというメッセージをあの瞬間にいただいているっていうふうにしながら試合を見ているっていう。その後にサブローがセンターマン打つんやけどさ、うん、で1点差までは行くんやけど、まあ最後は負けたけどね。けど終わり方がやっぱり、同じ負けたとしてもよ、負け方が全然違うよね。だからそういうことをこう呼び起こしていったりとかしていくのは、やっぱり一生懸命練習しましたとか死に物狂いで打ちましたとかっていう人らが、まあ言ったら甲子園出ていくのなんかみんなそういうのが当たり前やねんから、うん、それ以外のことをどんだけ積んできたかっていうことで、それはやっぱり究極に自分たちが困った、技術ではどうにもならんところにまで自分は悩んだっていう時とか、見教えっていうものをいただいて、自分がどうやったら自分がこうまた向上していけるんかとか、次に進めるんかっていう、こう方向性みたいなのを教えていただくのが見教えっていうものがあって、徳を積むっていうことを常に先輩方がそうやってされてこられたから、自分たちが強くなっていくっていうことの技術が上手くなっていくっていうことと同時に、徳を積むことっていうのは同じようにこうやってあるわけよ。両方の車輪で行かないと先輩方たちのようなところまでは近づかないっていうことを高校生ながらに認識してたっていうところもあるし、うん、でそうやってやっていく結果、何か緩和座が働くっていうもののなんか奇跡的なものとか偶然的なものとかっていうのに野球通じて出会わせていただいてるから、まあその辺がその PL の野球っていう真髄のところの部分は野球以外の部分に詰まってたんじゃないかなっていうふうに、まあ僕個人はね思ってますけど、同級生の小林とお話しさせてもらう機会があったり、清水孝康さんにお話聞かせていただく機会があったりで、僕自身もまた PL 学園というものを深く掘り下げてですね行きたいなと思っておりますので、今後ともまたよろしくお願いいたします。ホーリーでした。